やっと静かになったな。ところで、二人はどうしてここに？それは、こちらが聞きたいのだけど。話せば長くなる。私は偶然の巡り合わせで、彼は覚えていると思うが、ハウンド家の一部の人間と友人になり。あなた、何か隠しているんじゃないでしょうね。隠す？メモキーパーの前でそんなことできるわけがないだろう。とにかく二人ともいいところに来てくれた。この無境は危機に瀕している。私ならあなたたちを守ることができる。そして記憶域では私もメモキーパーの助けが必要だ。それは。ありがとう。心から感謝する。またあなたに同行できて光栄だ、ブラックスワン。ええ、それが本。この部屋、どうして上下が逆さまに。記憶域の形は刻々と変化しているの。今いるのが。ヨミさんの言う通りね。あなたたちに記憶域で行動するための。このドアも鍵がかかっているの。このままじゃキリがないわ。この記憶域は歪みすぎているわね。少し優雅じゃなか。あった、この無境の中心が見えたわ。え、3人。この3人目はロビーへの道を探る前にあなたと一緒にいた女の子。私にもわからないけれど、記憶域に見覚えのある影があって、それが彼女の感じに似。彼女は走ってる。まずいわ、二人とも。焦土の夢を見た。一本の新芽が土を突き、人々はなぜ眠ることを選んだ。夢から覚めるのが怖いからだと思う。気をつけろ。巡回レンジャーメモキーパー。このまま去れば誰も傷つきません。でな、全員死にます。探偵ごっこは終わりです。あなたたちはここにいるべき。この舞台を譲ってあげましょう。素晴らしいショーを見せてもらったよ。お疲れ様、メモキーパー。なかなかいいおびき寄せ作戦だったね。レンジャーとハンターが一緒にいるのを見たときは、さすがの僕も心臓が縮んだけど、まさか君が彼らを戦わせることに成功するとは。約束通り、この子をあなたの前に連れてきたの。我らが七死人の友人はまだ状況が把握できていないらしい。でも大丈夫。簡単にまとめると、君はこのお姉さんに感謝した方がいい。彼女は君を騙そうとしたわけじゃなく、むしろその巡回レンジャーの手からね。いいね、そういう驚いた表情、僕大好きなんだよね。ぶっちゃけて言うけど、このヨミって女は君が思ってるほど単純じゃない。自分は巡回レンジャーだって言ってたみたいだけど、
彼女は司令の一人、死と終局をもたらすものだ。遵守か壊滅か、それとも終焉か。まあそんなことはどうだっていい。カンパニーの資料をあげよう。君は名家大公トフェトのアフリートを知ってるかい？全然印象に残ってないみたいだね。所詮はアナイア・レイトギャング、その程度ってことか。名家大公はトフェトから来たエンマで、元素生命体の一種だ。そしてその羊はある天才と少々関係があると言われている。仲間と栄華艦艇を結成した彼はナヌークを主とみなしているんだけど、実際にはその太后の指導を受けて四方を焼き略奪を行い、壊滅の意思を実践してる。他のアナイアレイトギャングすら彼らが見逃すことはない。ファミリーのおつむに何か問題があったのか、誰かが手を加えたのかはわからないけど、なぜかそいつらにも招待状が届いてしまったんだ。もちろん栄華艦艇は断ることなく押し寄せてきた。宴の星を火の海にすると誓ってね。でも心配する必要はないよ。彼らは約束の場所には来ないから。なぜだかわかるかい？それはね、アフリートが死んだからさ。彼らは約束の場所に向かう途中で全滅した。犯人は神業とも言うべき手口でアフリートを惨殺。アナイアレイトギャングが受け取った招待状を奪ったんだ。栄華艦艇も崩壊してバラバラになった。その後ピノコニーに到着した謎の巡回レンジャーはオルゴールを頼りにホテルにチェックインしたというわけさ。まだ話を続ける必要はあるかい、マイ？巡回レンジャーは神出鬼没でお互いの交流も乏しい。隠れ蓑としては最高だ。彼女が口を割らない限り証拠はゼロだ。カンパニーだから君が選んでくれ。今すぐ振り返ることなくここを離れて真実に近づくチャンスを永遠に放棄、あるいは僕の誘いを受け入れピノコニーをひっくり返せるほどの真実を知るか。僕には君の助けが必要だから返事は待つけど、あまり長くは待てない。準備ができたらついてきてくれ。僕に協力するかどうかについてはその真実を見てから決めても遅くはないと思うけどね。ヨミがアイオーンの司令？あ、でもあいつは選択の余地を与えてくれた。もう一度ブラックスワンと話をした方がいいかもしれない。まあ傷ついた小動物のような顔をしているわね。私の意見はあなたの予想を裏切るかもしれない。私から見ればアベンチュリンさんは信用できる人間よ。でも彼らと契約を結ぶときは気をつけて。契約の外では彼らはあなたの権利なんで。ええ、もちろん。でも今はその時じゃないわ。あなたが混乱しているのも悲しんでいるのもわかる。あの女の子が誰で、それでもアベンチュリンさんを信じてほしい。
あるいはもっと。あなたのことは私が守るわ。真実のために、そしてこれ以上の無駄な犠牲を防ぐために。それじゃ、私はいざという時に備えてミームの形であなたのそばにいるわね。アベンチリンに会いに行くか、それとも断るか、どうしようかな。いいね、君ならきっと来ると思ってたんだ。そうだ、あの、何しろ僕が言ったんだから、仲間と相談しようが逆に僕を利用しようが構わないって。僕は損する取引はしない主義なんだ。フレンド諸君、僕をがっかりさせない。さあこっちだ。ああ、そうそう、あの後何か言ったような気がするんだけど、何だったっけ。ああ、見覚えのある廊下に見覚えのある部屋、覚えてるかい。僕たちが最後に会ったのはこの、さあ着いたよ、このドアの向こう。ああ、やっと思い出した。あの後ほら、今ちょうど、あ、完全に思い出した。ほら、ゲームはもう始まっている。さあ、僕と取引をしよう。君は断れない。断る理由がない。断る余地もない。公演の準備は？いい感じよ、安心して。いい感じ？ああ、いけません。あなたはファミリーの誇り、その余計な感情があなたの。わかったわ。兄様、なんだか落ち込んでいるように見えるけれど、何かあったの？もしかして。ええ、先ほど報告を受けました。死が彼らの一部を連れ去ったと。もしか。ああ、すみません、あなたが帰ってきたばかりだということを忘れていました。いつからかピノコニーに死という名の悪夢が現れ、人々を無差別に襲い、全ての人に精神的な死をもたらす。ファミリーが作り上げた夢の中ではどんな不幸もあってはなりません。ですが、それは無教の秩序と。そんなことが起こってたなんて。じゃあまた誰かが被害に遭ったの？ええ、合わせて2人、一人は密航者、もう一人はあなたです。もういいでしょう、愚者。あなたの行いは私を失望させました。鋭いね、テバオちゃん。調和の歌に間違いはない。愚者の言葉は最初は愚昧にして、最後は横島なる凶暴となる。帰りなさい。その無教はあなたを歓迎します。おりゃりゃ、そんな仏頂面しないで。堅苦しい経典なんか引用しちゃって。花火はただ聞きたいだけ。こんなになってもまだファミリーは手を出さないでいるつもりなの？君の哀れな妹だ。
だって犠牲になったのに。もしかして彼女の仇を討つつもりがないとか。まだその時ではありません。運命の日が来たら、私は必ず公正に審判を下しましょう。すっごい、よく我慢できるね。本当に冷血なやつ。もしかしたら花火たちって話が合うかも。それじゃあさ、花火が君の妹の代わりにいろんな場所に顔を出してあげようか。君も人に知られたくないよね。もう調和セレモニーが開催できない。ファミリーには目算がある。その狡猾な舌で二度と私の愛する妹を汚すな、愚者。はいはい、花火はただ必要ならいつでも手伝ってあげるって言いたかっただけ。手羽先にピアスをつけてる男の子なんて。結構、その光の下で犯人はすでに馬脚を現しました。そう遠くない未来、彼は己の策略によって身を滅ぼすでしょう。彼が悔い改めない限り、その剣は研ぎ澄まされ、弓には鶴が張られる。その瞬間、神を敬わない異邦人は自分が凡人に過ぎないことを知り、地獄へ落ちる。そして私はその先兵となり、あなたに吉報を届けましょう。キュウとの再会か。ああ、僕もこの光景を目の当たりにしたときは君と同じような顔になったよ。でも見間違いじゃない。死んだのはあの名だたる歌手の。一応言っておくけど、この件と僕は無関係だ。僕は不運にも現場に居合わせてしまっただけ。それはファミリーが証明してくれる。信じられないならハウンド家の人間に聞いてみるといい。彼らは僕やカンパニーのことを嫌ってるから、絶対に嘘は言わないよ。ここだって事件が起きた現場じゃない。僕が君に見せているのは記憶の一部、最も単純な光遠水の表現技術だ。ガーデオン、ここまで来ても君はあの巡回レンジャーが無関係だと思うかい？ピノコニーははっきりと約束してる。ファミリーが作った美しい夢の中では全ての人の安全を保障する。危険に遭遇した人がいたら強制的に目覚めさせて現実世界に戻れるようにするってね。彼らはどうしてそんな約束ができるのか。それはその約束の裏に調和の庇護があるからだ。ファミリーのドリームメーカーたちは思考を一つにつなぎ合わせ、破られることのない堅固な防衛線を築いてる。その防衛線を突破して無境の中で死を作り出すなんて、ファミリーの許可がなければメモキーパーですら不可能だ。じゃあ誰ならできるのか。そんなの彼女しかいない。あの巡回レンジャーを自称する女性、他人になりすました招かれざる客、正体を隠した司令。
フリートが死んだのは間違いないだろうし、ロビンの彼女の惨状も見ての通りだ。さて、次の犠牲者になるのは。大丈夫、君は自分で判断すればいい。信頼を築くには時間がかかるからね。僕は喜んで待とう。ただ君にも知っておいてもらいたかったんだ。その遺産とやらをめぐり、今ピノコニーでは水面下で妙な動きがあって、誰もがよからぬことを考えているってこと。くれぐれも立ち位置を間違えちゃいけない。僕が君だったら、ヨミとは確実に距離を置く。何しろ影に隠れた怪物に比べれば、表に出ている計略の方がよっぽどマシだからね。でも表に出ている計略の裏にさらに深い陰謀がないなんて、誰が言い切れるのかしら。メモキーパー、僕たちの取引はとっくに終わっていると思うけど。アベンチュリンさんの言っていることは事実で、この記憶も真実。歪曲やカンパニーはガーデンと違って、記憶にできることはかなり限られてるからね。それについては君もよく分かっているはずだ。マイフレンド、回りくどい話はやめて単刀直入に言おう。僕は個人的に請求列車と協力したい。前から言っているように、僕は遺産の争奪戦には興味がない。ピノコニーに来たのはあくまで仕事のため。僕はカンパニーのために失われた財産を取り戻したいんだ。挽回のガンのおかげでこいつはすっかり不良債権になっちゃってね。カンパニーは何度も交渉しようとしたんだけど、ファミリーは取り付く島もなかった。あの連中は君が想像してるより手強い。今まで死の存在を隠蔽できてたんだから、今回だってきっとロビンの死を隠し通してみせるだろう。このまま静かに泡となって消え、最後まで誰にも知られることがない。そんなの不公平だろう。だからマイフレンド、君の助けが必要。大丈夫、無理強いするつもりはないからね。それに僕が求めてるものは決して多くはない。まずは僕の話を最後まで聞いてくれないか。僕の目標は一つだけだ。ファミリーは高い壁に覆われている。今がチャンスなんだ。ロビンの死の真相を明らかにできれば、死者に安らぎを与えられるだけじゃなく、交渉のチップも手に入ってファミリーをテーブルにつかせられる。僕がピノコニーの各地で調査を行い、幅広く交流してきたのはこの瞬間のためなんだよ。この悪い知らせはファミリーにとってとても不利なものだから、きっと外部の人間、特にカンパニーの介入を全力で阻止しようとしてくるだろう。でもきっといくつかの派閥は例外になる。それこそが君たちを必要とする理由だよ。請求列車の名声は広く轟いているから、調和も君たちには公正な評価。君たちは真相を明らかにして正義を貫ける。僕はカン、急いで答えを出す必要はないよ。あのナビゲーターのお姉さんは聡明だから、きっとこの取引の価値を分かってくれるはずだ。それからこれも持って行って。調査を進めるにはどうしたって資金が必要になるだろう。ほら、遠慮しないで受け取ってくれ。じゃあまたね。君たちと一緒に
死の真相を明らかにできることを心から楽しみにしているよ。アベンチュリン、言うだけ言って行っちゃったな。確かに無理強いする気はないみたいだけど、なんか引っかかる。この後はどうするつもりなの？ブラックスワンはどう思ってるんだろう。表面的にはこの取引はあなたにデメリットはないように見える。彼はまだホタルさんのことを知らない。でもあなたの反応から何か感じ取ったのか、あえて話題を。反応が早く、思考も論理的。あの人と組むのは危険だと。それは本当の悪であることが。いずれにしても慎重に動きましょう。開拓の道は他の問題についても何もかもが突然すぎて、私も推測することしかできないの。ここから出られるわ。私たちも残念だけど、記憶は嘘をつかないの。でも怖がることもない。ああ、ちょっと待って。はい、これは私からのささやかな選別よ。いつかあなた。私も義理や人情は大切にしているの。まだあの巡回レンジャーに関することで、次に会うときあなたがどんな面白い記憶を持ってくるのか。刀を抜くときです、レンジャー。ハンター、まだ夢を見るか。自分のせいで死んだ者の夢。彼らはまだ生きている。あなたにはまだ選択の余地がある。その折選択、壊滅の血の道に。トフェトの念、たとえあなたが命を捧げたとしても。レンジャー、お前が歩んでいるのは、今日は私たちは炎の中から誕生した。炎を浴びたのは火の燃焼は閻魔の一生である。始まりと終わりで。あなたの仲間はそう考えてはいないようだが。あれらは私の子だ。かつての私と同じように。しかし私の炎はすでに弱まっている。なぜ？アイオーンたちが切り開いた道の上で。司令、お前は自分の正体を隠せない。その刀を抜くがいい。私たちはここに留まる。壊滅とは壮麗な瞬間だ。醜く存続を。たとえその答えがあなた自身を。答えは重要ではない。重要なのはお前の存在と同じ虚空の中で美しい夢は。分かった。お前はこの世界で最も輝かしく。そこ知れぬ夢。そのこの刀がまだ鞘から抜かれていないのは、慈悲や軽蔑な理由ではない。あなたには正直に言う。遵守は私がする。
死があなたの長い夢を終わらせること、そして目覚めの世界へと導くことを願う。私は今でも夢に見る。引け、まだあなたの番ではない。私の番。巧妙な偽装はたくさん見てきたが、外見は隠せても心は隠せないものだ。あの開拓者、あなたは彼を殺そうとしなかった。あなたが手を出したの運命の奴隷がそうさせたのか。あなたはエリオを知っているのです。このことはあなたの脚本に書かれていると思っていたが。私の脚本にはいつも数行しか書かれていない。それ以外のことは必要ありませんし、彼は私の性格を知っています。運命は一つしかなくだ。ですがあなたは知らないようなので、今度は私。おそらくあなたの敵ではない。質問の答えになっていません。そこまで興味を持たれるほどの価値はないと思うが、銀河を一人で旅する者には秘密がつきものだ。私もカンパニーから指名手配す。私ならあなたを助けられるかもしれない。なぜそんなことを。私はよく忘れてしまうから。記憶よりも感覚で物事を捉えるようにして、私にはその冷たい甲冑の中にいるのが誰か。どうだ、鎧を脱いで話す気になったか。まだその時ではありません。私は助けを必要としていませんが、あなたに少しアドバイスしましょう。あなたの狙いが時計屋の遺産なら、ファミリーを調べるといい。彼らは死の存在だけでなく、無境の過去と真実も隠していますので。もう調べている。そして請求列車はあなたの敵ではありません。それは私も分かっている。だがそれでこれからどうするつもりだ。あの開拓者はブラックスワンに連れて行く。その必要はありません。あなたには教えても構わないでしょう。エリオが私に与えた指示は一つだけ。もっと簡単で直接的な手を使い、この件を終わらせようとしたのですが、結果はご覧の通りです。いわゆる不可能と呼ばれるものはまだお…まあいい。別れる前にもう一つ聞いて。あなたの脚本の中に私に関係することは書かれているか。運命が見た未来の中で私がどういう気…残念ですが一言も触れられていません。驚くことでもないな。待ってください。答えはノー。何？あなたの最初の質問です。まだ夢を見るか。答えはノー。一度も見たことが。私には生まれつき夢を見るという機能が備わっていません。私は冷たい現実のために生き、ほんのかすかな光のために燃え、だからあなたが羨ましい。そうか、あなたはもう目覚めの世界で生きているんだな。ブラックスワンから聞いたけど、まさかロビンさんまで。ごめんなさい、あの時そばにいてあげられなくて。現実世界は穏やかだが、無境では暗流が渦巻いている。みんな落ち込んでいる暇はないぞ。俺たちにはまだできることがある。まずは状況を整理しましょう。ア
んたの言葉を聞いて思い出したことがあるの。美月ちゃん、名無し人は今回の件に関与していないと信じています。どうか皆さんも亡くなった方の身元を明らかにするため、今思えばあの時の彼の表情は何か隠してるみたいだった。ファミリーはロビンさんの死を隠そうとしてたんだろうね。この件が広まればピノコニーは文字通り血の川になっちゃう。だがその直後に起きた二つ目の事件は彼らの想像をはるかに超えていて、ファミリーも外部の助けを求めざるを得なくなった。調和セレモニーが目前に迫っているから。それにホタルの件は目撃者が多くて隠しきるのは難しかったから、成り行きに任せてたくさんの人を巻き込むことで、この二つの事件は根本的に性質が違うから、ファミリーが何より警戒しているのはよからぬことを考える訪問者でしょうね。例えばあのカンパニー。ああ、それに彼はあの巡回レンジャーを告発した。なんか獲物に夢中になって足元をすくわれそうになってる感じがする。アベンチュリンが黄泉を告発した理由もかなり微妙な気がするけど、こうなって今私たちが信用できるのは自分だけね。とにかくまずは情報を集めてできるだけ多くの可能性を並べてみよう。ただこれだけ多くのことが起こっても俺たちは今回は本格的に名探偵を演じないとね。でも調査を始める前にファミリーとアベンチュリンにはなんて。これは私の感覚だけど、ファミリーは請求列車に悪意はないと思うの。それにここはファミリーのテリトリー。彼らと手を組むことは。アベンチュリンさんについてはベルト、あんたの意見を聞かせて。あれは一筋縄ではいかない相手だ。彼は俺たちと交渉、彼は感情と論理の両面において相手を納得させる説明をしている。だが状況がはっきりしない今、より多くのつながりを築くのは悪いことではない。アベンチュリンさんは俺たちもファミリーとの距離を慎重に保ち、あまり近づきすぎないようにした方がいい。カンパニーと協力することはバランス。つまり先にアベンチュリンさんの提案を受け入れるべきってことね。あ、もちろんリスクはあるが、それぞれの腹の内が分かってから改めて判断。理屈は分かるけど、ここって悪いやつが多いからそのうち後ろから刺されるんじゃないかってヒヤヒヤしちゃうな。あんたってダメ、そんな理由認めないんだから。もういい、やっぱりうちがあいつを見張っとく。いざという時は逆にあいつを利用しちゃおう。それじゃあアベンチュリンさんへの返事はあんたに任せるわね。お客人、出てきてくれないか。そんなにジロジロ見られると。これは失礼。俺はベルト用請求列車の一員だ。俺の仲間には会ったことが。ベルト。その前に私。その必要はないだろう。ある人は君がこの連続殺人事件の真犯人だと言っている。宴に来ようとしたアナイア・レイトギャングも同様に君の刃によって惨めな死を迎えた。そして君は次に。アナイア・レイトギャング。霊下鑑定のアフリートだ。惨めな死。あの太后は死にゆく体を劣化に変え、その身を捨ててまで信念を貫いた。彼は確固たる、そして壮絶な。ましてや正体に応じてやってきた不審者は大勢いる。彼らは本当に一振りの上等が。あの、君は勘が鋭いようだな。ファミリーですらこの杖の。それなら君も理解しているはずだ、ヨミさん。ブラックホールを覗くことは賢明ではないと。潜在的な危険分子として
君は俺たちの正体を明かしてここに来た目的を教えてくれ。さもなければ重力に引き裂く。そんなことは起こらないが、それで七死人たちに警戒を解いてもらえるなら、あなたが信じようが信じまいが、巡回レンジャーヨミ、それが今の私の肩書きだ。そしてピノコニーを訪れたのは、私は時計屋の遺産のために来た。それだけだ。まだ自分の正体を明かしたくないのか。明かしたくないというより、できないと言った方がいいな。私の歩んできた道のりはあまりにも誰にでも口に出せない過去があり、人に見せたくない秘密がある。私も星球列車がなぜ性格を持って銀河を彼は大丈夫か。あのメモキーパーは何もしていない。彼のことなら心配はいらない。さっきの話に戻るが、俺の信頼を得られるかどうかは。その遺産を見つけるため、私はピノコニーについてから様々な無境を訪れ、数々の調査を行った。その過程で多くの客とつながりを持ち、それはピノコニーの秘密はかつての怪奇だから、あなたたちに助けを求めに来た。まだ確たる証拠はないが、一つの可能性なら提示できる。おそらく全ての悲劇の元凶はファミリーの内部に。ベルトさん、あなたも同じ結論に。ここまでにしよう。とりあえず君に敵意がないことは信じる。君が気づいたことを教えてくれ。ただしそれを共有するのは君と俺の二人だけだ。確かな証拠が。分かった。そうだ、何か飲むか。出発前に夢からの目覚めを2杯。これからの話は長くなるだろうからな。私は彼女は遠隔。そうか。現実世界のあなたの害、老せずして手に入れたこのオルゴール、アナイアレイトギャングが受け取った招待状。あなたに関する記憶はあなただけのものじゃない。私が知っていることは、アナイアレイトギャング、あなたに出会った後に行方不明になった亡命者たち。12のメモリ。よくやあった。ぼんやりとしてるけど、最初に招待状が渡された時の記憶ね。すぐに。奴らは寝坊の者から。こいつ映画鑑定が出発した。かわいそうな人たち。でも記憶の復元は順調。彼女が来る。どういうこと。この後の記憶は空白。宴の星はダリアを歓迎していませんし。
彼女の秘密が欲しいんでしょ。それなら私が教えてあげますから。私の顔はあなたに。電話出たかな。先日スターピースカンパニーから発掘ガンニア4は市場開拓部の指導のもと、スターピース憲章に基づき独立自主の首長連邦国家を創立。スターピース会議で正当な席次を獲得しました。首長連邦国家の創設はツガンニアにとって重要な歴史的意義があります。これによりこの星の血塗られたなツガンニア4はデネス、プルーチェン、ドナウの三大星系が交わる無主地帯に位置しており、惑星表面の気候が極めて劣悪。今ではこの星に定ツガンニア、ツガンニア、意地はあっても水はなく、雷はあっても雨はなく、血はあっても涙。あなたは我らに蜂蜜の名を与えながら、屈強という名の剣の下にあなたがこの子の父親を連れ去った時、この子はまだ羊水の中で眠っていました。そして私は自分が安らかに行くことなど望んでいません。そうでないなら、なぜこの子は生まれたばかり。お母さん、お母さん、お母さん、雨だよ、雨が降ってきた。そう、雨だよ、本当だったんだ。あのよそから来た人たちは嘘なんかついてなかった。あなたの体の旅が、計略が、この悲しい世界へ。そろそろ起きる時間だ。ああ、参ったな。スラーダを飲みすぎたのかもしれない。君の推測通りだった。外の連中は誰もロビンが殺されたことを知らない。それどころかかすかな噂すら流れてない。まあそうだろうね。ファミリーが気づいた夢の中で死が訪れるなんて誰も、正直僕は信じてなかったんだ。何度だから確信した。なら君、死者はロビンの2件の作法の件の、ただ大したものだな。チップはたくさんある。ロビンは彼女が歌の練習、彼女は死ん全負けし、現場には目撃、現状は楽観で、確率を聞いたが、あの男は、あの男、サンデーだ。公に死ん前者だったとしたら僕が、なるほど。レイシオ、こうしてはいられない。着いたぞ。要塞、ここの所有者。ねえ教授、僕が君を見てろ。ついてこい。彼の王、待ちたまえ。サンデーさんに頼む。ああ、何の話だ。君の頭、前にも言った、君には見えない。三つのカンバセを持つ魂、その熱き鉄を彼の舌と手のひらに押し当て、嘘偽りの誓いを口にできないようにしたまえ。何をした。調和の光の下ではいかなる罪悪も隠すことができません。祖に光を降臨させるよう願い、私が祖の代わりにあなたに質問していきます。
僕が答える。それでは質問、あなたは奇跡を持っていますか？ああ、簡潔な回答ですね。あなたも多くを語ることの危険性、あなたはピノコに、ああ、あなたがファミリーには、ああ、今、ああ、あなたの記憶、ああ、あなたは、ああ、エビ賢人はないね。あなたは自分自身より、ああ、エビ賢人は、いや、あなたは多分ね、あなたはこの世、わからない。興味深い。では最後の質問です。あなたは今、砂金石が無傷でこの箱の中にあると、もちろん。答えは箱を開けてみてください、アベンチュリンさん。探していたものですよ。約束通り来てくれましたね、博識な教授。これはこのドタバタ劇の中で、なぜ僕を引き入れられると。聞いたところによると、あなたとアベンチュリンさんの関係は決して良好とは言い難い。それが分かっているなら、一人前の学者は自分の立場をわきまえ、つまらない。もしあなたがファミリーに協力してくれるなら、性格に関する私たちの研究成果を全て差し上げましょう。アベンチュリンさんの君たちは彼の奇跡、しかし戦略ともう少し分かるように。アベンチュリンさんがですが、彼と同じ考えの奴がいるとは思わなかったな。まったく。箱を持ってきてくれ。お願いします。残念ながら君の推測は金色の石ですか。これは彼が君を欺くために用意した言い訳だな。銃の石心は自分の石で奇跡を掘り、そしてこの金色の石はトパーズのものだ。で、どうする？彼を問いただすか？まだその必要はありません。一番安全な場所、君が絶対に思いつかないような場所だ。そもそも彼はか、なるほど。このバッグ、命よりも大切。そして後で何かしらの理由をこじつけ、君の注意をそろ。博識な教授、ご協力ありがとうございます。ならず者について、あなたに目の肥えたご友人がいたおかげで、あなたのキャリアに完全な失敗をつ。レイシオ、この野郎。本性を表しましたね。ついでに言っておきますが、今のところあなた、もう少しはっきり言ったらどうだ。先ほど私があなたに施したのは調和の洗礼。あなたは神の光の下で忠誠を見せるべきでしたが、身勝手にも嘘をつき洗礼をし、これが調和？
束縛と強制の上に。それは誤解です、アベンチュリンさん。刑罰とは不真面目な者のためにあるものですが、この17システム時間、あなたは無境から出ることも仲間と交流することもできません。あなたに与えられた、成功すれば調和のハーモニーに溶け込み、ファミリーの一員になることができる。失敗すればエターナリオンの怒りを買い、果てしない深淵に落ちることになる。ですから、確かに私はファミリーに潜む悪を外部から見つけるための使用人を必要としています。その時が来たら、あなたの発見を私のものと照らし合わせます。私たち二人の判断が一致するか、あるいは恥知らずな偽善者め、僕の全てを奪った上に真実を教えろだって。そんなの、これはあなた個人の正義の行動、ファミリーの助けを借りるべきではありません。どうぞ、あなたのバッグはそこにあります。さあ行ってくる。つまりこの会合は取り調べ、ただの死刑だったってことか。まさか。アベンチュリンさん、私は本当に知りたいだけです。偶然。ああそうでした。行く前に一つ個人的な質まだ何かあるのか。あなたは本当にこの世界を自ら、関わる者、どこに行ってたの。それを取り返しに行ってたんだよ。あの人たちのところに行ったの。危ないじゃない。こんなネックレス食べ、弟のあなたはいないとダメなの。もう二度とあのカお姉ちゃん、そんなに怖がらなくても大丈夫だよ。バカなカティカ人なんかより僕の方が勝つ。一体何があったの。あいつらと賭けをしたんだよ。砂漠の2羽の鳥と僕、あいつらは僕がイカサマしたんじゃないかって疑ってたけど、そんなこと、あなたなら勝てるだろうね。あなたは昔から運がいいから。でもだからってカティカ人と張り合っていい理由にはならない。彼らは血に飢えていて、これはただのネックレスだけど、カカワーシャ、あ、お姉ちゃんごめんなさい。僕もうこんなことし、もちろんネックレスは大事だけど、私にとってはあなたの方がずっと大切なの。苦しみと貧困はチボシンの試練でも、チボシンは私たちにチャンスも与えてくれた。あなたはチボシンの祝福を受けた子供で、一族を幸福に導ける、うん、言うことを聞いて。チボシン、分かった。僕、でもお姉ちゃん、もし三つの目を持つチボシンが、お父さんがリュウサに飲み込まれた時、どうして助けてくれなかったの。お母さんが僕たちの腕の中で冷たくなっていった時、チボシンはどこにいたの。お母さんは、お姉ちゃん、みんな僕のことを賢いって言うけど、僕たちは一体どれだけの過ちを犯して死ぬため、申し訳ありません。アイリス家のファイルにはそのような役者の情報はないようです。お見せいただいた写真に一致する想定の範囲内、ドリームプールの記録。申し訳ないので、ここじゃ何、少なくともアレさん大丈夫。ええ、きっとそ、やっぱりだって、もうそ、彼女は遺産相、ホテルの客室にあるドリーメモキーパーは、そしてガーデンオブリコレ、君だぞ。チーム指定の地に到着。武力避難作戦実行準備よし。やらな。武力避難。お前に何がわかる。この方
方が効率的なんだ。そうか、そんな。ねえ、あれ見て、今の声って。宿泊客の皆様、スターピースカンパニーがホテルで特別業務を行うことになりました。痛い思いをしてもすぐ忘れるんだから、仕事中に飲んじゃダメだ。君たち今すぐ後で会議を開くからね。自己報告書の書き方を。トパーズ、まさかピノコニーで会えるなんて。久しぶりだね、請求列車のみんな。君大丈夫、彼らの言う通りにして。できるだけファミリーとの書。見ての通り、ピノコニーでか招待状を持った。だからアベンチュリンさんは、うん、ありがとうトパーズさん。それなら。やけに騒がしいと思ったらあんたらだったか。こんにちは、ギャラ。ああ、知らないわけないだろう。俺は黄金の、あの子のことは。それも、まさか七死人が。ファミリーが。いや、どんなに美しい。何かをほのめかす。まさか、事件について話した。あんなに恐ろしい事件が起き、調和のファミリーを除いて、ここ。ファミリー自宅、ファミリーのメンバー。面白い例え方だが、巡回レンジャーの事実を知って、どうしてそんなことを言う。美しいよ、何の代償。しかも最後は今回の旅では、もちろんただの癖だ。なるほど、これで十分だ。これが私の、以前ある人に言われたことがある。ピン、私は宴の星の現実と無境を歩き、何度も明ける闇を見た。人々のために時が止まり、だから美しい夢の、もしかしたらそうかもしれないな。ヨミさん、今度は俺が。俺の故郷に一人の男がいてな、世界が癒えない傷に世界中の人々の夢を紡ぎ、それらの夢を互いにつなげ合わせ、自ら背負うことで一人の巨人。その後彼らは災いも苦痛もない夢の中で眠り、男が創造した理想郷で安らかな生涯を送った。そして精神のアダムは人々の目覚めたくないという願望によって不滅の存在と。だが今あなたはここに立っている。つまりその男は、人は常に未来に向かって進み、そして彼は神話における、彼は太陽の前にたどり着くためだけに空高く登っていった。そこは誰も到達したことのない無数の人々が。七死人の、ありがとうベルトさん、おかげであなたが何を確認したいのかが分かった。私も旅をしていると。完全に同じではないが、あなたが描いた物語は、私はあなたの知っている人ではない。故郷もあなただ。それは残念。いや、だがベルトさん、その質問に答える前に、あなたの比喩が気に入った。確かに鳥は生まれつき飛ぶことができるが、遠い昔、彼らは遥か遠く天の外から届く光が雲を貫き大地を照らす様を見ていた。そして鳥たちは何度も何度も、ではそうして、なぜ私たちは光に向かって飛ぶのだろうか。
ビノコに。この声はさっきのコンスタンスじゃないわね。あんたが何者で何を企んでるかは知んねえ。俺の弾丸はすぐにあんたを見つけ出す。その前にピノコニーで看護系を見つけて、店主に質のいいやつを用意してもらった方がいいぜ。偽物？なるほど。彼女は黄泉を追っている他の誰か。あなたは誰？ああ、相手を間違えたか。私はガーデンオブリコ。おお、すげえじゃん。俺そういう強いタイプ好きなんだよな。あんた、あの偽物のボディーガール、うん、何を言っているのかよくわからないけど遺言状を書いてほしいのか。遺言状なんかじゃないわ。彼女が言って、彼女は純子の運命を歩む。もうすぐピノコニーに着く。メモキーパー、アステナのホワイトオークを買って温めといてくれ。あの女の過去、んなもん誰も知らねえよ。だがあんたが単純な答えだけ求めてるって存在するはずのない指令だ。言ったことを覚えてる？君たちツガンニア人はマンホールの中にいるのがあちこちこそこそ嗅ぎ回ってるみたいだけど、そんなに死の匂いが魅力的なの？くじ君か。ロビンが死んだ後、テレビに現れた代役は君だってことにもっと早く気づくべきだったよ、仮面の愚者。かけられたんでしょ。はあ、あんなあからさまのヒントをあげたのにな。その結果はどう？君は失敗したどころか自分を犠牲にすることになった。確かに口の聞けない人を仲間にするようにとは言ったけど、君どういう意味だ？花火より君の方がよくわかってるんじゃない？歌えない小鳥が目の前で死んでいくのを黙って見てたの。僕が聞いてるのは口の聞け分かってて聞いてるでしょう。もうすぐ君も彼女と同じよでもまあ花火としてはそれも悪いことじゃないんだけどね。僕が真実に触れようとしてるからだろ。ぐしゃ、僕がこんなチャチなバッグを持って街中で全部君に見せるためさ。僕がうろたえればうろたえるほど君を釣れる可能性が上がる。ずっと君を待っ。なんで花火が君を？君はピノコニーを大混乱に陥らせたいんだろう。僕にはそれができる。ただ一つだけ確かめたいことがあるんだ。本当にロビン？もし、いいや。ありがとう。その言葉がこんなに親切に聞こえ。なるほどね。花火君を見くびって。教えてあげる。口の聞けない人って定義に当てはまる人はもともと二人いたの。でもロビンは死んじゃって、もう一人はまだピノコニーにいるけど、多分もう君には見つけ。愚者、今なら確信を持って言える。僕は最初から正しい道を進んでた。ちっとも今の僕に足りないものは二つだけ。一つは真実の裏にある意味、もう一つそっかそっか、よかった。また花火の。いや、これまでに見つけた様々な痕跡からそれが確実に存在することは証明できてる。それで十分だ。今あげ16システム時間、本当に足りるの？それならもう少し。はい、これあげ。もし君が本当にカンパニーをピノコニーに引き入れたくて我慢できなくなったら、
ゲームテーブルそのものをひっくり返すのも一つの手だよ。最初からやり直せばいいんだから。だからどうしようもなくなった時はそれを押して。もちろん花火に連絡してくれてもいいけどね。花火の最後の気遣いだと思って。そんなに危険なのか。ファミリーは君の言葉を真に受けなかったんだね。君は花火にはそれができるってことだけ知ってればいいの。残念だけど君の提案は断らせてもらう。君のおもちゃが本当に役に立つかどうかわからないし、僕は君の言う口の聞けない友人を探しに行くつもりもないからね。まあその人がまだピノコニーにいるって聞けたのは嬉しかったけど。あとのことは自分でどうにかする。ファミリーの崩壊を祝うためのショーを用意するんだ。クライマックスではその時が来たらボタンを押して盛大な花火で盛り上げてくれ。それじゃあまたね。この子に及んでまだそんな大口を叩けるなんて。絶対花火をがっかりさせないでよね。戻ったか、35番。商品コードもお守りになるのか。黙れ、発言を許可した覚えはないぞ。つがんに。あの黒いスーツの連中は多くを語らなかったからな。お前が言った。だが俺はお前が幸運だと思って買い取ることにした。お前への最初の命令は至ってシンプルだ。俺はお前の他にも30、そいつらとゲームをしろ。2日間生き延びることができれば。狂ってるな。は。購入費用が無駄になるのが怖くないのか。金なら有り余ってるからな、金髪小僧。だがお前は見た目が悪くない。だから大勢の客が。いくら使った。あ、僕の価格さ。60の半分、30。もし僕が生きて戻る。俺と賭けをしたいだと。だが悪いな、それはできねえ相談だ。お前はただのチップ。オールオアナッシング。俺の顔に泥。本当に綺麗な目ね。もしそうならとっくに売り払ってるだろう。あなたの目が永遠に閉じられることをどれだけ多くの人が望む。あなたを弁護する度胸のある弁護士はいないわ。どうする。それは別に難しいことじゃないけど意味がない。自分の弁舌によっぽど自信があるのね。博識学会を騙し。僕は望みを叶えてあげただけ。君たち運が良ければカンパニーはエイジハゾの交差の中から。その点は否定しないわ。でも私が興味を。レディ、僕は自分の欲しいものをとっくに手に入れてる。ならこの2回目の大場。僕の命だ。君が僕を処刑場に置く。それであの君たちのラーナに会わせてもらいたい。話があるんだ。その後は。金が欲しい。そんな簡単な話じゃないでしょう。そんな簡単な。その金さえあれば。面白いじゃない。でも残念。カカワーシャ。さあ、あなたの計略。命ってのは一生正しい。死母神が僕を。でもこの難関を突破。一回全てを失う。いやしいけど。
ことだ。僕は夢を見てるのか。多分その両方。もう僕のことを忘れたのかい。イーマニカの軍閥に電気椅子に縛り付けられた時。もういい。僕は狂ってるのかもしれないけど、バカじゃん。調和。バカ言わないでくれ。僕たち、僕は君で、君よりも自分のこと、君が望んでいることをよく知ってる。君は死にかけてるんだ。そして死を前にしてもなお、盛大なショーなんて、本当に自分に。どういう意味だ？君は全ての人を僕が歩きながら。君は一体。この世界の大半の人たちはある一つの結果に戦わし、確か。お、どうしたの？ありえない。綺麗でしょ。お兄さんも綺麗な。君は。お父さんとお母さんは、僕もう行かないと。なんでかわからないけど、お兄さんを見てると不思議な感じがするんだ。興味、もっとお兄さんのこと知りたかったのに。もう。君は。うん、そろそろ帰らないと。暗くなってきたし。君の家は。おかしなこと聞くんだね。家はお父さん、お母さん、この夢だよ。この遊園地、この…でも…じゃあ彼らはどこにいるんだ。わかってる。認めた方が。ここに残ろうとしてるんだ。君の過去。どのくらい残るつ？僕にはできる。はあ、そりゃできるだろうね。君の幸運はきっとちょうどいいタイミングで君を助けてくれる。一つ、これでカンパニーもテーブルにつく資格を手に入れられる。そして君も果てしない渦の中から抜け出して夢にまで見た気。別に初めてじゃない。これは君の一番得意な、一番望んでいる。だからダイヤ。彼が欲しいのはピノコニーだけだ。手段もダイヤ。それはダイヤ。急に思いやりが出てきたけど、両親が。僕は結局君の自我の中から生まれた存在だからね。僕は君がすることを止められない。君が行く場所を。覆水盆に帰らずってやつさ。僕たちにできることは全てのチャンス。ああ、残念ながら人は一生正しい決断だけをすることはできない。君は常に勝ち続け、負けたことがない。でもどうして君なんだ。もし幸運な人の奇跡が彼の愛する全ての人、さらにはそれ以上に多くの人の不幸の上に成り立っているとしたら、そうだとしたら、その終点にたどり。わかった。僕は先に行くよ。最後の時間を使ってこの子にちゃんと別れを告げるんだ。できる限り後悔なく死ねるよ。
残ったのは僕たちだけだね。僕の写真を撮ってくれる？記念にしたいんだ。ああ、